シス誰も知らないカリウド。イカレタコスケです。今週はなんと <laughs>、どういうスケジュールなのかよくわかりませんが、イベクエ2つ。駆け抜けるデザイア。それから主青ラ重大事変。今回は主青ラ重大事変ということで、まあ、主系モンスターの強化モンスターがいっぱい出てくる中、確かに、いやでも主青ラは来てるんだよね。 反対のね。でも、多分強化されてなかったんだろうね。なんで、強化主青柱、今までの全てをかけて討伐せよということでございました。果たして、割と、主青柱は、全く、油断ならないっていうか、もしかすると、ワンチャン、場合によっては、最強クラスの可能性がありますんで、私最初の時戦うのすごい苦手だったからね、ちょっと、まあ、 やっていきますか。主、青柱、強化個体。そして、えー、っと、ポーズセットがもらえる、クエスト。ってことになっております。さて、行こうか。見せてもらおうか。主、青柱じゃんよ。このアーサー装備の私が、猫を、なんだっけ、今回はあれです。また、あのー、なんだっけ、麻痺、猫双剣鬼ビビルドでございますね。流属性が効かないんでんな。ただ、防御が若干、 心配といったところ。それから、あの、なんだ、あの、アタッチメントをつけてきた。そう、コントローラーの、な、あの、スティック部分を少し高くしてくれるやつを使って初めて討伐しに行くからな。もしかすると、操作が怪しいかもしれねえ。そんなこんなでな、行かせてもらおう。主はおわしらそうか。主強化型単体。いや、今週は、もう来るとこまで来たからなんせ。 あの、鳴るはたたの強化個体まで来たから、なんだろうなと思ったんだけど、そうか、強化主青わ忘れていたぜ。というわけで、今回はこいつをしっかり取っていこうな。主青わはな、私は結構苦手なんだ、はあ。私苦手なんだよ。さあ、副反応の左腕の痛みに耐えながら、行かせてもらうぞ。主青わ久しぶりだな。どこですいた。達成 さあ見せてもらおうか最強の主青芦の性能とやらをそう G 級が来たら G 級マスターランクが来たら間違いなくこいつより強いんだもんなだからこいつは倒せなければいけないわけですよだってモーションが増えるんだから主青芦田よりちょっと待てちょっと待ってくださいようう やべえ。これ余裕、ないな。<laughs> え、防御力は若干下がってるとはいえ。え、これ余裕ないな。あかん、威力ですね。どうする <laughs> え、どうするとりあえずこういうの取っていこうな。とりあえず、 <laughs> とりあえず、ちょっと、人玉取りとかを、まあ、散策、まあ、水没リームもさ、やっぱマップとしてはよくできてますから、ボスのところに、そのまま行ってしまうというのは、ちょっとね、やっぱハンターたるものこの作ってくれた人に敬意を示しめし、マップっていうのをある程度遠回りしながら、見ていくべきだと思うんですよ。マップを眺めながらね、人玉取りはおまけですよ。人玉取りいなくても勝てますよ。 でも人玉取りをやっぱ取っていくことによって、ああ、やっぱね、最高のハンターさんこうやって、ちゃんとプレイしてくれるんだなと。ああ、イカレタコスケさんは、イカレてるって言ってるよ。常識的な、常識的なね、プレイをね、やってくれるんだなと。人玉取りなんかいらねえよなんて、そんなことを言うわけがないと、うん。そういった印象をカプコンさんに持ってもらうことによって、まあ、今後ね、今後、ま、あいろんな面でね、優遇してもらえたらいいななんてね。ま、あそんな風にね。 え、考えていきますね。さあ、行こうか。ま、あ大体これくらいいいだろう。と玉取りなんてこんなもんでいいわ。大丈夫ですよ。全然足りる。と玉取りなくても大丈夫。うーん、大丈夫だ。いける。さあ、緑のと玉取りを取って。行かせてもらおう。今回あ、もう負けんぞ。貴様、一旦紋章取っていこうか。一旦紋章取っていこうな。よし。そうだ。準備を怠って負けたら、それは、言い訳にはならねえんだ

大きくて火力が高いのはもうどうしようがないんだけどコンパクトで火力が高いってことは攻撃、っと攻撃判定とダメージを与えるあの相手の部位が近いから大きいやつよりも安全権がないんですよやばいおもろいしかもねこのヌシアオワシラは忘れていたこと自分にちょっと話しかけますが <laughs> そうあの追尾攻撃がめっちゃ強いから確か 脇をすり抜けるんじゃなかったかでもこいつとか無敵時間を把握してないと自分の武器の無敵時間を把握してないと多分ね相打ちが危ない連打になってこの火力だと押し負けるんだよてめえ主やわしらやめろそれだよ <laughs> それだその追っかけ攻撃だこいつ俺ヘビーボーカーで倒せないかもな危ないさっきよりなんか火力が やっぱりあれか持ってきたおかげか人玉取りのおかげか一旦門城と人玉取りのおかげだな。これなくなったらやばいぞ。ちょっと待ってって。<laughs> ちょっと待ってくださいよ。こう、攻撃がずっと追っかけてくる。うわあ耐震装備なんていう。耐震スキルなんていう。超絶、超絶、超絶いい今作使っていないこの装備が。やめろ超えるなえいお前のお尻を切り刻んでやるよ どうせよし、ダウンを取って、ここで削れ、腕だぞ、腕だ、どうせ、寝ちゃった。いや、寝たところにな、しっかりと、大樽爆弾、なんで俺は最近 G を持ってないんだろうか、ちょっとそこがよく分からないが、ま、中樽爆弾もね、置いていこう。しっかりもう、あった、もう、あれだからね、最大ダメージを気にしないから、もうこれで。 これで削っていく。これで。よーし。よし。どっせよーし腕だ腕を狙え !V 破壊になったこっからはよ、俺の火力の壇、独断状かそうだ、俺がちょうど空舞したところにお前の腕があるというわけよ。うーん水着を流された女子よろしく。その、腕で覆っているかもしれないが、そいつを見ている奴は腕フェチと言った。 そういった弱点のは取り方いいよダメだいドッセイあ、痛いめっちゃ痛いやばいよ火力がやばいよ火力がやばいよ競争薬はね、あの、大きくないと競争薬そんな使わないんだけどね。いや、でも十分もう大丈夫よしオッケーいけ大丈夫かいやでも想像よりは、想像よりは、想像よりは、 うまく立ち回れているほんと主青田に初めて挑んだ時は特性が分かんなかったからもう本当に苦労したけどさすがさすがイベント等々でも何度か戦ってるだけあってなんかあお前は飛びかがち飛びかがち飛びかがち飛びかがつぞ行くぞ飛びかがちお前の飛びかがち力を見せどこ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 最近ちょっと私あの僧侶弱いんですよ <laughs> 僧侶弱いんですよ飛び飛びかがち ふ、ふさふさしっぽアタック。飛びかがち、ふさふさしっぽアタック。そして、飛びかがち、ふさふさしっぽアタック。飛びかがち、ふさふさしっぽアタック。ふさふさしっぽアタック。フィニッシュいいダメージ夢のコラボだいけとにかくとにかくこいつは、あ、いいよピオレピオッたいけこのまま このまま行けここでだが <laughs> 切れ味がもったいないが、が、がしかしよううわあもったいないもったいないぞ行け削れここで一気に削れそして、鉄柱不思議をかけり虫を束縛を解除されてよしいい感じで行けたんじゃないか今のはだいぶいい流れがと、作れたぞうーん このイカレタコスケ、いまだ、衰えを知らぬと言ったところ、今作は本当に双剣をよく使っているからな、だいぶだいぶ慣れてきたと言ったところが。さあ、主やおわしら、どうやら、苦戦すると思ったがな。一回ぐらい三五つをかばすかと思ったが、どうやら、この私の力は、もうマスタークラスを待つために、メルゼナを討伐するために、うん、極まりきっているようだ。残念、お前では、 私をあれだけ苦戦させたお前ではお前でももう私を止めることならずと言ったところのようですようーんたべっぺ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 ぺぺすいませんでした,すいま,せんでしたまだマスターランクに行くには早すぎたみたいです マスターランクか。僕はいけないっすよ。僕にはまだマスターランクに行く。あそこにバゼルギウスがいるのは。バゼルギウス、うっついてこないかあ。お前も鬼にならないか。お、青柱を、青柱柱を、青柱を,青柱を倒すためのお前も鬼にならないか。うん、煉獄。 バゼギルトールバゼギルローお前もお前も鬼にならないかお前も鬼になってあの青柱にダメージを与えて永遠の命はもらえないけどとりあえず主の強いやつを倒したっていうそういった証を強くなるためには俺たちは人間たちはあまりにもその寿命が短すぎるああドリルアタック うん、ドリルアタック、うん、双剣の型ハンターの呼吸無敵クーブ危ないいよいいよいいよ,いいよ完璧なムーブだ完璧なクーブムーブだ腕を常に狙い続けるこのこのイカレタコスケの 方を思い知るんだ思い知るいいぞ麻痺ったここで麻痺だあれれ,れれ誰だ吠えてんのおめバゼルギュー吠えてんじゃねえ、うんお前も鬼になりに来たかバゼル教師ろバゼル教師ろバゼル教師,ロル教師ロだとちょっとプラモ教師もえ